じゃあ行きますよ、うん、3、2、1FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろん、メンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡も、はいお待ちしております。はい、はい、メールアドレスの方を夏美さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日12月、入りまして、第60何回目かの正月あやふやなんだよね、今日はあやふやなの、ね、午前中から僕ら普天間中学校でちょっとお話ししに行ったり、うん、午後はここで、金浜克也さん、近くのね、はい、ハピワンの所長をやってた金浜克也さんと一緒に立ち上げようとしている法人の会議、うん、そういったものがあって、ちょっとバタバタしてて、台本らしい台本を今日は作成できてないっていうところで、できてません。まあそんな日もあるでしょうと。でもツイキャスはつないでますはい、ツイキャス、ありがとうございます。なんか来てる？はい、1月7日1分の7。じゃあコメントよ、コメント。あ、コメント来てない、コメント来てない、コメント来てないです。あ、びっくりしたわ、すいません。はい、で今日はね、夏美さんのお友達、はい、さきはらゆたかさん、はい、あ、おお、本名、さきちゃん、さきちゃんで、はい、さきちゃんです、さきちゃんです。メンヘラジオ初登場ということで、メンヘラジオ初めてですね、はい、前身になった、さきちゃんは、ハピワンのねラジオ、デジチャーコロビーカフェ、デジチャーコロビーカフェには何度か出演いただいたということで、はい、メンヘラジオ初めての初めて来ていただいて、そうそうそう、はい、本日は那覇の方から拉致してきました。はい、はい、よろしくお願いいたします。帰りも責任を持って送ってもらいます。はい、もちろんです。はい、ありがとうございます。あ、プレイグさんがこんばんはって来てます。あ、プレイグさんありがとう。ありがとう、プレイグさん、さきちゃんさんこんばんはって。あ、ありがとうございます。プレイグさんは、青森から、見ていただいて、はい、同じメンヘラ仲間で。はい、つい最近までなんかね、塀の向こうにいたって言ったわけだけど塀の向こうっていうな、病院にね、お世話になったということで、はい、メンヘラ仲間です、メンヘラ仲間ですからね、はい、プレイグさん最後までよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。今日2本撮りだったのが1本撮りになりました。そうそうそう、まあしょうがないけどね、うん、なんか、うん、山内さんが用事がで使うということなのでまあ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 、でも1本しっかりしっかり撮っていきます。はい、本日も短いお時間ですが最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。メンヘラトーク、いやはい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ、今日は3人で、はい、テーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今、先ほどね、メンヘラ3人でって お伝えしたんですけども、うん、さきちゃんもメンヘラですか？あ、はい。さきちゃんはガッツリめのメンヘラです。ちなみに、なんていうのかな、診断名で言うと何になるんですか？そうですね、うつ病になりますかね。うつ病、ああ、なんか聞いたところによると明日は通院日だそうで。ああ、明日、そう、明日朝早いんですよ、はい、僕と起きれるかな。そうそう、僕も同じね、うつ、ギャンブル依存症であって、うん、僕もうつを持ってるから、うん、さっきちょっと話したらね、同じバルブロさんっていうねお薬を処方されてましたよ。本当、はい、夏も飲んでたよ甘いんだよね、ちょっと、ちょっと甘いよね、周りを囲んで、なんていうのあれ、
なんかメントスみたいな。メントス懐かしい。飲みにくいよね。そして、ね、そう、ちょっと大きめだからね。でそうやってさきちゃんもねしっかりあの僕らと一緒でメンヘラなんで病んでます。はい、当然ですけれどもメンヘラ城のゲストとしてはなかなかあのふさわしい、はい、ゲストにもなっております。光栄でございます。プレイグさんも私も明日通院日あ仲間本当にもうみんなしてね通院日でも今日も元気に病気中の中村夏美と一緒でねみんな元気に病気中だからね。そう、うん、元気に病気してます。そう病気してでも元気に地域でねあの健やかにそして健やかに育ってます。健やかとは健やかとはってところもあるんですけれども、うん、はい。で今日のメッセージテーマトークテーマがですねメンヘラートークのトークテーマがはい、はい、もともと2本撮りの予定だったんですけれども、うん、まあそれもねなんか理由としては、理由っていうかねこの今からお伝えするメッセージテーマがクリスマスの予定、うんみたいな、うん、クリスマスにやりたいこ ことなんですけれども、うん、あの今日収録した分が、まあ第1回目は本当2本撮りする予定だったんだけど2本撮りの2本目まあ2本目が25日に放送する予定だったのね、うん、だからまあ1本目は18日そうに放送される。だから何て言うのかな2本続けてやったらクリスマスの当日にみんな聞くから、うん、本放送でね、うんまあ、ふさわしいかなと思ったけど、まあ、今からね、今からもうクリスマスで難しいからね、うん、とりあえずクリスマスやりたいことでメッセージも届いてますので、うん、はい、早速ちょっと紹介したいと思います。はいはい、読ませさせていただきます。はい、メンヘラネームプレイグさんより。はい、プレイグさんありがとうございます。はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。体調を崩していませんか？ちょっぴり眠たいプレイグです。うんうん、本日12月4日、うん、私の住んでいる地域は一度積もった雪が溶けて路面も見えていて穏やかな曇り空です。え、沖縄は雨でした ね沖縄は雨だった、はい、今日は雨だった、はい、メッセージテーマクリスマスにやりたいことは特にないです、うん、あ、ないの、うん、まだ部屋にツリーも飾ってません。夏にも飾ってない。まだ今年は飾らなくてもいいかなと思っています。そうなん、はい、本当は出すのめんどくさい。あ、でもわかる。あるよね。それあるね、はい、クリスマス当日の私はこうしているだろうはスーパーで早めに値引きされたクリスマス用の惣菜や食べ物、うんうん、食べ物関係を買って、うん、相方さんの会社で、うん、反強制的に買わされたクリスマスケーキを食べながら、うん、お正月の準備をメモ帳に書き出していると思います。充実してるじゃん。もうね、子供もいないし、45歳にもなるとクリスマスでドキドキワクワクしたりしなくなりました、うん、FM ギノアンのクリスマス生放送はとても楽しみにしています。ではではとのことです。あ、なんかあるってね、クリスマス生放送。あ、FM ギノアンね。何日？23日だったっけ、いつだったか俺もちょっと忘れたけど、やるみたいだね。とかだった気がする。なんかお酒とかも出るよみたいな感じだったよね。どうする。ね、ちょっと人見知りだけど、人見知りだけどね。ウェイウェイな感じちょっと苦手だけどね。無料って聞いた気がする。でもあのクリスマスケーキを相方さんの会社で反強制的に買わされた、うん、これあるよね。あ、俺ね、あの、うん、今までなんかそういうなんていうのか、飲食業って結構多かったの、うんうん、お客さん接客するレストランとかね、うん、で他には三栄とか金秀でバイトしてた時もあったし、そしたらね、あの三栄もかスーパーとかもあるそうなんだけど、うん、なんかクリスマスのケーキ予約しませんかみたいなのがこの時期になると貼られてたりするじゃん、うんうん、あれ買わされんのよ。そうなんだ。バイトしてたりすると、バイトさんでも買わされるの。そうそう、買わされる。社員さんじゃなくて、うん、へー、買わされる。そうなんだ。レストランの時は値引きもなかったよ。そのチラシに書いてあるやつでそのまま何個いるみたいな感じで。すごい。だからちょっと嫌だったな。すごいやり口だな。あのシステムどうにかならんかな。うん、確かにな。社員にも買わせる。半額ぐらい、半額になるんだったらとってもいいけどね。そうね、半額とかね、結構な割引してくれるんだったら、うん、あ、ラッキーって、働いててよかったっていう気持ちにもなるんだけどね。そうだよね。うん、お、ちょっと残念でな気持ちになるよね、それね。なるね。うんうんうん、あとあれじゃなかった、なんかさ、はい、なんだったっけ、あのマックとかさ。うん、
モスとかにさ、いる友達からはチキンをパックで予約したりしてた。マックは分からんけどモスはあるよね。マックじゃないね、モスだね。モスとモスチキン、ケンタッキーか、ケンタッキーとかね、あるはず。待って待って待って、あのさ、はい、来てるよ、はい、沖縄大好きさん、うん、こんばんは、シュタって来てる。あ、本当？で、プレイグさん、うん、去年見てめっちゃ楽しかった FM ギノアのクリスマスって。あ、本当、うん、今沖縄大好きさん来たけどね、うん、沖縄大好きさんリアルに今 FM ギノアにいんのよ。え実はいんのよ。俺さっきあの FM ギノアの出口というか入り口で、うん、あのようやくお会いできましたねって握手した。待って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 夏美を通さないで握手したのか。そうそう、夏美さんにもう拝見したんですけど、ちょっと声かけれなくて。え、帰った？いや、もしかしたらいるかも。なんかラジオに出るのか、この後もしかしたら山内さんと収録なのか、そこまでは分からんけど。へぇ、はい、沖縄大好きさんもいらっしゃってますよ。沖縄大好きさん、壁の一枚向こうにいるのかもしれないのか。そうです。で、そんな沖縄大好きさんからも、はい、メッセージをいただいております。はいはい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。シュタ、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。うん、メッセージテーマ、クリスマスにやりたいこと。うん、クリスマスにやりたいこと、そうですね、一番はクリスマスを楽しむことですね。うん、なんか哲学的というかね。哲学的。クリスマスがうまいみたいな感じで、ケーキなど美味しいものを食卓に囲んで家族と過ごしたいですとのことです。うん、まあ、当たり前のね、いいね、なんかいいね、イメージするクリスマスの送り方、なんかほのぼのとしたあったかい家族で過ごすクリスマスってことかな。外国なんかだったら、うん、恋人よりも家族だったクリスマスって、なんかそう聞いたような記憶もあるけど、うん、なんかそういうのあるね。お盆みたいな感じで、うんうんうん、みんな集まるって、うん、で、あと宗教観がやっぱり違うから、クリスマスってね、言ったらキリストが亡くなった日でしょ。生まれた日です。やばい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 、今のはやばい。今のは宗教語るなっていうのは今のがやばい。広くて浅い知識を得たな。すごい露呈した。キリスト教の方に怒られるな。あ、キリスト教死ん、キリスト死んだ日でしょって言っちゃう。やばかったやばかった。まあ、そういうね、まあ、クリスマスはキリストが生まれた日ということで、あ、なんかちょっとやっぱり、そうだよね、生誕劇とかやるもんね。うんうんうん、復活祭もやるか。そうね、イースターとかはそうだよね、クリスマス、あ、クリスマスはキリストのね、うん、はいはいはい、復活祭。はい、ちなみに、はい、さきちゃんはクリスマスの予定は？いや、もう今も特にないんですけど、はいはい、誕生日、あ、誕生日じゃない、引っ張られてる、引っ張られてる、キリストに乗るマッケーキを食べるからにしないと。ああ、そうなんだ。楽しそうね、それ、はい、だから買わされたケーキを待ってるから、はいはいはい、さっきのプレイグさんみたいに、うん、それを消化するクリスマス会があります。いいな。お酒を飲みながら、お酒飲みながら。夏休みは分け合ってクリスマスケーキ食べれるか食べれないか分からないんだよ。え、どんな理由があるんですか？どんな理由が、はい、タッチつって糖尿、糖が高い。初めて聞いた。ちょっと悲しいね、それは、ね。悲しいね。気をつけないといけない部分であるから、ね。そう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 。でもあんま気にしないで。ね、でも気をつけさえすればいい。うん、でもその糖尿以上にさ、今さ、なんか歯が痛いとか言ってたじゃん。うん、そう。そうなの、もう1週間我慢してる。なんか今日それこそ会議に向かってる時に、うん、那覇で会議するって言って会議に向かってる時に、うん、健太さん、ちょっと行っていいって言うから、何を言われるのかなってちょっとドキドキしたら、歯が痛いの1週間我慢してるってなんですぐ言わんの実はって言ってからね、それ我慢しなくていいよって話したんだけど、いや、我慢しちゃった。あ、そう、うん、なんで我慢したの？15日だから歯医者が、あ、もともと入ってる歯医者の予定日が15日に入れちゃったのよ、夏美が先月、はい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 、この日なら大丈夫だろうと思って15日って言ったら今日が、12月収録日時点だと12月4日だから、あと11日か、11日我慢するの大変だよ、行った方がいいよね、行った方がいい、11日我慢する。今もさ、このさ、うん、右のほっぺがさズキンズキンってさしてるんだけどさ、我慢してるわけ。腫れてるでしょ。あ、本当だ。こっちが腫れてる、こっち。うん？
こっちが晴れてる、こっち。違う、こっち。こっち。こっちじゃない。音声だけ聞いてたら分からんから。あ、本当。左じゃなくて右です。あ、はいはいはい。全部晴れてるってことだ。はい。はい、じゃあ追加読んでいいですか。まだありますか。すいません。追加読みます。うん、ロアさん。こんばんは、ユンタク新聞終わりにすぐ来ました。 ありがとうユンタク新聞編集部。ユンタク新聞ね、あ、私も聞きたい。ちゃんと聞きたい。一作さんたちの話をね、ちゃんと聞きたい。で、埼玉の郷さん、おこんばんは。こんばんは。健太さん、なっちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。おやって、多分さきちゃんのことです。あのゲストで、ゲストです。さんのね、親友の、うん、なんとさきちゃんにはね、あの僕らの結婚式の時に夏美さんの友人代表としてそうそうそうやりました、ね、はい、挨拶をいただいて、挨拶しました。そうそうそう、はい、その時ね、挨拶してくれたのよ。俺たちこっち側で見てるじゃん、さきちゃんが、うん、あのなんていうの、右手でね、あの、うん、マイク持って、うん、一生懸命話してくれてる、うん、携帯でね、うん、一生懸命考えてきてくれた文章を読んでくれた。 そう、それがね、もうブルッブルッブルッて、そう、僕震えちゃうんだよね。で、俺がボソッと、さきちゃんじゃなくてザギちゃんになってる。だから笑ってたの。だから笑ってたんじゃないけど。濁点ついちゃってるもん。ザギちゃんになってる。ブル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 してるから。いや、でも気持ちはすごく分かってて、分かるから、俺も震えるから。震えるよね。もう本当震えちゃう。赤面症でもあるし。早く終わらせないと。早く終わらせないと。やっつけ仕事みたいに。ああ、沖縄大好きさん来てるよ。あ、来てる。お疲れ様です。ごめんなさい、挨拶するタイミング逃しました。さっきいたの僕です。あ、すごい、沖縄大好きさんに会えたのねってプレイグさんが。そう、会えました。あ、でも大丈夫、まだいます、沖縄大好きさん。あ、じゃあこれ終わった後に、あのちゃんと挨拶 していただけるかもね。うんうんうん、夏美さんもしないとね、挨拶ね。そうそうそう、挨拶だけはできる子なんですよ。どういうことやん。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、うん、リサとウルさんの再会、プロデュースドバイ綾瀬です。お聴きください。はい、はい、OK です。あ、わかるこの歌。ありがとう、なんかツイキャスいっぱい来てる。来てる？うん。読んでていい？いいよいいよ。プレイグさん、はい、うん、あの定価で売りつけてくるチキン買い替えの圧とかはい、はい、いうやつとか、ね、書いてあるね。あるよね、うん。定価なんだよ本当に。そうね。チラシに載ったまんまの値段で買わされるんだよ。へえ、きつ。埼玉の郷さん、はい。僕は沖縄で。大好き、でもまだお会いできていない、すれ違いって。あ、本当？郷さん、沖縄に来てるんだ。奥さんの里帰り。プレイグさん、郷さんもこんばんは。明日はあれでしたよね、落ち着いてねって。何あれって。何気になる。リンゴがここで繰り広げられると思う。笑顔で頑張ってきますって。あ、じゃあなんかラジオに出るのかな。なんか何かするんだろうな。するのかな。それとも何か別のイベントかな。かな。あ、で、ありがとう。プレイグさんがさ、うん、接続が切れましたって。あ、そう。待ってよ。うん、繋げ直したらいいよ。繋げ直した。あ、大丈夫っぽい。あ、本当？プレイグさんがね、糖尿でも1日ぐらいはいいみたいよ。毎日食べるもんじゃないからケーキって。そうそうそう。俺もそう思ってるんだけどね。夏美さんは毎日食べちゃうから。だから買うのが多分ホールで買う予定。まあ買うとしたらね、ホールで買ってから、なんかホールでわーいってやりたいみたいな。その理由で多分明日もケーキ、明後日もケーキ、いやもう今日中に食べちゃうみたいな。すごいことね。1日でいいから今日中で食べちゃう。今日中で食べちゃう。賞味期限もあるし。で、夏美はね、あのケーキ凍らすんですよ。ああ、そうそうそう、お菓子とかも冷凍庫に入れて、お菓子も全部冷凍庫に入れて、基本的にはもう何でも冷やす。そうそうそう、うん、さきちゃんは今肝を冷やしている。あ、うまいこと言った。ちょっと熱いか。ウケる。あ、面白いね。
他にメッセージが来てる。他にメッセージ来てる。埼玉の郷さん、うん、僕は2年前に初めて歯が痛くなって人生初の歯医者行ったの。人生初？したら親知らずも虫歯で抜き、虫歯治療は3箇所しました。へえ、大変。あ、でもさ、でも人生初で3箇所で済んだって少ないと思う。すごいと思う。うん、すごいと思うよ、本当。うんうん、夏なんかさ、じゃあ今日はちっちゃい虫歯14箇所やってきましたからねって言われたことある。うん、これは何？なんで隠してるの？歯を見せないようにしてるの？そうそうそう、なんか14箇所やってきましたからねって言われたことあるよ。すごくない？ちっちゃい虫歯って、でも、うん、そんなにやってくれるんだと思って。さきちゃん虫歯というか歯医者通ってる？今は通って1年ぐらい行ってない。あ、本当。親知らずの治療が嫌すぎて逃げた。逃げた。もう1本取るよって言われて、うん、今日はやめときます。それ以来行ってない。麻酔気持ちよくない？そう、麻酔の終わった後が大変じゃん。はいはいはい、2週間痛かったもん。歯が。それ相当あんまり良くない歯医者さんだったんじゃないの？そうかもしれない。やば、2週間。これだって違う歯医者と口腔外科行ってくださいって言われたのに、ここでできるからやるっつって。口腔外科と歯医者って違うんだ。やっぱ設備が違うんじゃない？あ、そっかそっか。かやること一緒かもね。でも、ゲストさん、埼玉の郷さん、埼玉の郷さん、ゲストさんこんばんは。僕埼玉です。そうだよ、埼玉だよ。はい、じゃあいきますよ。はい、お聞きいただきましたのは、なんだったっけ、再会でした。リサ、はい、リサとウルで再会でした。はい、じゃあエンディングいきます。はい、メンヘラジオエンディングでございます。あっという間の、まあ、26分というか30分というか、うん、あっという間だった、はい、そしてさ、ツイキャスが途中で切れてた、うん、あ、ちょっと接続がね、接続が切れてからさ、プレイグさんとか、あ、次回またって言ってる。あ、ほんと、あ、ごめんね、今つなぎ合わせたよ。あ、固まった、くるくるしてる、消えたって。あ、じゃあ残念だね。みんなしょぼんしょぼん。まあしょうがないさ、そういうのもあるさ、雨だからね、うん、ちょっと接続が、そうかも、ネット関係環境というかね、うん、接続が不安定っていうか、こっちね、やっぱり普天間、さきちゃんもさ、宜野湾市民だったじゃない、うん、で住んでるところが大体、まあ、なんていうの、コンベンションの近くだったと思うんだけど、どっちかといったら全部バレちゃった。全部バレちゃった。大体ね、大まかに言うとコンベンションの方だったと思うんだけど、こっちね、俺たち普天間に住んでて、普天間の飛行機とかヘリが飛んでると、テレビが映らなくなったりするのよ。そうそう、なんか止まるような、そうそうそう、映像が乱れるというか、そういうのあった、あの辺で。あんまりなかったかも、そこら辺は。宜野湾内でも違うんだ。あ、うん、まあそっか、あの辺はまだ騒音的にもそんなにないもんね、きっとね。けどそんなに近くないのかもしれない。そうそう、だからこっちも一応言ったら普天間飛行場の近くだから、うん、それもあって、あのネット回線がちょっと不安定になりがちなのかもしれないね、うん、はい、現在はどうですか？現在はつながっています。ロアさんだけ戻ったって、はい、うん、コメント来てます。ありがとうございます。ありがとう、ロアさん。ね、あれよ、ほんとね、あの普天間さ、基地が近いからか、やっぱり、うんうん、10時過ぎてもさ、飛行機飛んでるの、あ、ヘリコプターか、うん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 、バンバン飛んでるからさ、ちょっとうるさかったりするよね、夜ね。なんかでもあったよね、あの何時以降飛んではいけないっていう、本当はなんか決め日米での取り決めとか、うん、でも全然守られてねえな。でもそれよりも全然飛んでると思う、うん、びっくり。そうだね、うん。じゃあロアさんからのツイキャス見ます、うん、私この前の金曜日の放送寝坊してしまって、うん、超ギリギリに FM 宜野湾ついて、うん、息ハーハーして最初のセリフ読んでました。あ、そうだったんだ。それ放送はもうされて、放送されてるんじゃない？あ、そっか、ミートナイト放送か、うん、放送されてんじゃない、この前の金曜日だって。じゃあ YouTube で見てみよう。
沖縄大好きさんも戻ってきましたよ。あ、ありがとうございます。なんか踊ってる絵文字で音楽聞こえてるんかな、もしかして。で、ありがとう。聞こえてないか、ツイキャスは。生放送です。そうだよ、生放送だった。あ、何が？ロアさん、ロアさん生放送で息を合わせて最初のセリフ読んでたんだ。大変だね。そっか、生だから余計に、だから、うん、俺たちみたいにちょっと一呼吸置いてから撮影しよう、うん、収録始めようかってならないから、うんうんうん、そういう意味ではもう入って時間通りに始めないとっていうところで、はぁはぁはぁしながらやったんじゃないの。ロアさん、ツイキャスアーカイブのみあるそうです。あ、本当、楽しみにしてます、うん、はい、いいね。今日はさきちゃん、初のゲストになりましたけれども、はい、ありがとうございました。あ、いい、こちらこそ貴重な体験、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では本日のメヘラ城はここいらでお開き。今日も元気に病気中中村夏美と中村健太とさっきです。はい、はい、お薬飲んで寝ろ。お疲れ様でした。あ、みんなに皆さんありがとうございます。ロアさんありがとう。ネロネロ沖縄やすきさん、ネロってきた。ありがとね。またバイバイ。またバイバイ。See you バイバイ。 See you next バイバイ。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうね、さきちゃん。あ、いえ、こちら。つながってた。もっと本当はね、後半2本目でもっとおしゃべりしてもらおうと思ってたんだけど、ね、あ、うん、ごめんね、さきちゃん、ありがとうね、ありがとうね。あ、これ